ピシャニピニ351話目スーパー桃太郎伝説251話目、黒金さんでしたい、妙見さんでしたい、10万石さんでしたい、社長和骨です、アランプロスさんでしたい、和骨です、社長、スズナさんでしたい、 PC エンジンが好きな一人が来場しました、和骨和骨部屋シャトルさん、ハジコメさんでしたい、広告貢献1位、黒金桜花さんが600プトニコに広告しました、だからトランプにボンビがね取り付きましたから、スーパー桃太郎伝説にチャンス、トランプピンチ、ハジコメさんいらっしゃい、トランプピンチ、クロムデさんで、アカドダイムさんで、トランプどっか売られたよね、おととい、森さんが一番さんでしょ、皆さん大変です、とうとう桃すらが成虫になってしまいます、じゃなくてしまいました、姫路城のそばに卵が生まれたんですけども、それが割れました、皆さん、森さんが一番さんでしょ、ラックス伝説中のアナコルシアが、ラックス伝説中のもうすごい老舗のアナコルシアが、トランプ伝説の明石たこ焼き屋2軒くあこった後風もなく崩れ落ちました、さらに製鉄所も崩れ落ちました、被害総額ラックス伝説6000万円、トランプ伝説48億6000万円でした、トモさんでしょ、津田さんが例です、新宮までは30マス、一番遠かったっけ、48億、近くいなかった、笑、あれ誰か近く社長、ああいだれる、絶対金太郎呼ばないだろうな、笑、何がぶっ飛び行くか、ぶっ飛び使うか、あお昼寝で誰かを昼寝するんだっけ、冬眠と違うんだっけ、それなんだっけ、和骨です自分がしばらくの間冬眠したくなったっけ、カズキューさん、トウヤさん、ズーカハンハさんじゃない、これどういう時使うの、お昼寝て自分が、森さんが一番さん、おじさんありがたいです、どういうメリットがあるのかな、もちろん税金納めてるよ、冬場で金がない時、冬場で、ああどっちに行っても赤マスで序盤ですね、じゃあね、高さにどっちに行ってもちょっと飛びすぎ、鈴名さんが1500プトニコに広告しました、森さんが一番の鈴名さんがあれです、ちょっと遠すぎだ遠すぎ、なめぷようですかな、キングボンビーがいるとき、え自宅の庭がいろいろと怪しいんですが、アガトダイモンさんが1100プトニコに広告しました、最後でできればよかったな、最後でデビルカード、最近デビルカードよく出る、アガトダイモンさん、高さんあれです、広告貢献3位、鈴名さんが600プトニコに広告しました、鈴名さんありです、あ映した、なんだよ水野社長、映すとこにいんなよ、今日のデビュー召喚、あエンジェルカード来た、トランプ社長にエンジェルはいらないぜ、おなんかバイデン社長が近くいるじゃん、第36位にランクインしました、38個目さんでしょ、自宅の前に怪しい車が出ますが、ミニア使うか、あと9からだ、8手こっちからも近いんだ、あバイデン社長だ、よしマルタカード来い、頼みます、マガマガマガ見えた瞬間、マガ見えない、青いカードいらねー、映せ映せ、トランプに映せ、ぴったりドンピシャで止まれ、止まれない、あー止まらない、デビルよく見えるよね、デビル必ず入ってるね、あのルーレットにギギさんがレオです、デビルは大体大体ルーレットに必ず見えるからね、45個目ですよ、ワクロスです社長、猫じゃらしだね、うわーコンピューター断合してる断合してる、デビルのつかみはいいですね、わら、バイデン社長リニア持ってんの、うわー逃げた、ふうふうふふ、ふうふうふ、ちょっと考えすぎだよバイデン社長、猫じゃらしさんに考えすぎよバイデン社長、
げたな。当然300考えて。尺考えて49個目だね。グプの談合って。あー、姫路城がちょっと姫路城がわがままあれ完全談合だ。うわー、姫路取られた。なんだよ。ちょっといかん、リニア行っとかないとちょっと貧乏ついちゃう。うわー、9マスって最悪じゃん。何リニア使って9って。うわー、いかんいかん。広告貢献に、高さんがあれです。ちょっとした特急。特急と変わんない。あ、まだ小樽にいた。あ、よかったよかった。クソ社長小樽にいたわ。あぶねえ。広告貢献1位、タカさんが1400プトニコに広告しました。タカさんあれです。プンギャプンプンプンギャプンギャプンギャン。いやー、今の姫路城と取れたらよかったんだけどな。あっと京都に発生。あ、京都、京都どこにも誰か、京都はなんかうちの店あったような気がするんだけど。42度目京都です。ちなみに京都の街を所有しているのはクスオ電鉄、トランプ電鉄、よかった、以上の皆さんです。早く金太郎くんを呼んでください。よし、持ってなかった。トランプがほとんど持ってた。よしよし、あ、これだ。この道は何もないよね。開いてない、開いてない。嬉しそう、笑。あー、来たー。あ、水野、あ、そこ水野社長がトランプ社長。水野社長に銀次、久々の銀次、銀次13回目、銀次13回目、水野社長2度目の被害に遭いました。水野社長、うわー、トランプ社長かと思ってた。いや、勘違いしてた。1067個取られた。恐ろしいやー。あー、トランプついた。ありますね。トランプ社長35度目のゴール。水の息を超えている。名古屋、名古屋近い。クスオ社長も上がってきたな。クスオ社長上がっ、69個目じゃない。クスオ社長、バイデン社長、上がっては下がり、上がっては下がり。決算。トランプ社長ちょっと落ちたよね。買い占め崩れたから。名古屋で399億、皆さん何、クスオ先生マイナス1億、トランプ社長469億。それではあんまり落ちてないわ。ペンペンペン。あ、ちょっとでも下がっちまった。ちょっとだけど、800、1000億から800、200億縮まったから。あ、クソ社長が、あの、あれだ、水野社長、銀次のおかげで、銀次のおかげで、うわ、水野社長もうバイデン社長のほぼ並ばれてんじゃん。クソ社長3位になって、水野社長がピンチになってる。うわー、水野社長が落ちて、クソ社長、あ、ほんとはクソ社長キューンって上がってきた。クソ社長キューンだけで、なんかクソ社長ずっとなんかあれだったけど、さっきパルプンテで委託もらっていた。あ、パルプンテで上がってもらったんだ。道理でグーンと上がった。さあ、これはわかんない、わかんない。これ80年目、80年目。まあ、ああ、今こういう姫路だったな。パルプンテいいかもしんないね、パルプンテ。ね、パルプンテ見損ねたわ。赤龍社長はいつも序盤はいいのに終盤で崩れるな。そうですね。前もね、赤ビル森社長崩れましたから。キング、なんぼ、キングボンビーなんか変身長いね、今回。パルプンテしてみますか？わら。あったらちょっとしてみようかな。手に入ったら。どっかで売ってたよね、パルプンテだとね。
パルプンでひょっとしたら逆転に使えるかもしれない。なんかあんまりマイナス効果ないっていう話だし。広告に売ってましたね。売ってましたよね。話によるとマイナス効果ないよっていう話。ほんと、バイデン社長。まあ、物件手に入れるならいいね、これね。ぼったくられるけど。売ってた、売ってた。クソって何？クソはね、リスナーさんがつけてくださったんですけど、ラックスと被るんでね、わかんないけど、クソが好きな人がいらっしゃったんですよね。大阪は空いてないね。な、青いカードでなんだっけ。決算払いでね。あ、いらないいらない。ラズクソだよ。ラズクソのクソでラックスだから被るんですよ。同じ私のな親戚みたいなもんですよね。クソ社長が勝ったらまあ私が勝ったのとまあ同じようなもん。高校のラックスさんかな。ラズ、ああ、あれもラズクソでしたね。あ、戻った。決めの枠でのクスオ君が求めたのはず。きらめき高校の方だ。メガテンかと思っちゃった。メガテンにもいたよね。この前までプレイしてた女神転生にも出演してましたよね。クスオ君、カオスヒーローだっけ。カオスヒーローで。おっと、カシビルの時期ですか。はい。6末ろくなカードがない。あ、和歌山がいける。でも和歌山とかもう空いてないよね。空いてないね。あーと大阪当選もされてる。こっちなんかカード売り場があったような。毎年ペンキの塗り替えとかどんなところに気に立ってるのか。毎年ペンキの、まあラックス社長は、勝手に払っといてくれやって思います。そうだ、綺麗抜きですからね。もうちょっとでもね、あると、もう出てからいつもラックスビルのすごい綺麗だ。はい、味ごめんなさい。もう毎年塗り替えるがすんごい綺麗ね。でペンキ屋さんもすごい儲かってね。どうもありがとうございます。いつも毎年仕事があるのはラックスビルのおかげですみたいな感じで。ゴールドさんじゃ。猫さんあれです。あれ誰がついたのこれ。バイデン連で続いた。バイデン26度目。26度目。鹿児島。いやいや。偽装はじゃない。鹿児島でーす。ラックス社長、仙台の笹かまぼこ屋がテレビで取り上げられて、デリシャス大人気。クソ社長、大阪のお好み焼き屋、お好み焼き屋がテレビで取り上げられて、デリシャス大人気。偽造はじゃありません。ちゃんと発注ありました。お、来たか。来るか。えい、あー、ダミングカード。あ、ダミングカードでもいいか。持ってれば、マルサ来たとき、ダブルパンチ食らわせられる。ねえ。マルサのダブルパンチですよ。ちょっとマルサ来るまで場所取るのが難点だけど。ダブルマルサ、ダブルマルサができる。ダビングは必要。 SO エンタープライズ。ラックス電鉄で検索すると必ず対象偽装で。ラックス電鉄好景気とか出てくる。ラックス電鉄ね、安心とか、ラックス電鉄安全とかね。あ、大地震カードだ。使おうかな。使わないよね。エンマ使わないよね。あ、エンマじゃないか。バイデン社長エンマじゃなくなってんだよね。アシュラか。アシュラがヤシャ姫になってるかな。あ、京都もうちょい割れてくれ。割れてたらいいのにな。神戸は何もない。赤城の方は偽装被害者だし、大地震カードを2連発で。ただエンマー使わないよね。バイデン社長はどうかな。あっと、熱海の温泉売られた。熱海がちょっと空いてる。
ラックス伝説検索すると上からブラック達成の出んねん出ないねん出てますね10代インシデントじゃん99号で出てきますよラックス伝説脱税脱税で変にヒットしないヒットしないヒットしないトランプ、マルサで、トランプ、おっと、トランプ社長とか言って、盛岡のワンコスパ屋がテレビで取り上げられて、デリシャス大人気。おっと、トランプ社長、新製品の予防です。さあ、また潰してしまうのか ?1 億。1億が最大なのあれ、かけられるの。ラックス電鉄、密売もありますね。密売ない、密売。あ、マルサ行くか。マルサ行こう。マルサ、いや、見えた。いや、見えた。あるある。ここある。あるあるいや結構出てる結構間が見えてるなあ雰囲気が結構見えてる今ここなんか結構今間がいっぱい見えてたダメかなんか太社長さっきからフェリー売り場と往復ばっかりしてないホースエンタープライズまずは来い福引きかうんやうんやうんあ、日本シリーズトランプ社長、横浜トランプーズクズ、大阪クスオーズ横浜トランプ連覇か大阪クスオーズ2年ぶりの優勝かああ、横浜が2対0。横浜トランプ連覇。最近出ないね、名古屋ラックス。横浜トランプ2年連続2度目の優勝。最近名古屋ラックスとか出ないね。ですね。岡山、乗っ取りカードがあったらな。乗っ取りカードがあったらな。ちょっと最近不思議ですね。ラックスズであるんです。あ、なんかいかったっけ複数球団が所有してるときって。あ、なにこれ。あ、久々ですね。久々の F1 グランプリだ。いつも桃鉄のサムネ同じようなのばっかりだから、これサムネに使おう。桃鉄の。ジュキャージュニアさあ、ポロストか、ポロストか、ファンゴール優勝はポロストワコツです。ワイカちゃん元気です。185メーターじゃない。はい、ポロスト選手大人気でしたね。ポロスト選手が優勝しました。もうポロストファンで溢れてます。180コメントで。鈴鹿のマス止まらないと発生しませんからね。あ、そうかそうかそうだったね。レア2度目ですね確かね。F1。PC エンジンが好きな一人が来場しました。もったいないよね。このわざわざ専用の音楽まであるのに。あ。とか言ってた連続で来た連続でバイデン社長も止まったさあヘナ選手バイデン伝説ヘナ選手がジュニアと契約しませんねさあ各社一斉にスタートを切りました誰が優勝するか分からない非常にいい冷静になっておりますおっと終盤に来てヘナがもつかりパースヘナーゴール優勝はヘナー1年に2回も掲載ニコニコ広告枠から一人が来てきました。あっと皆さん大変です。とうとうモンスラが成虫になってしまいました。よし京都、ちゃんちゃんちゃん近い近い近い。モンスラのせいで京都の町は壊滅状態です。トランプ伝説所有の和菓子屋、さらに和菓子屋もう一軒、さらに漬物山でクソ伝説の漬物屋も被害を受けています。トランプ伝説東部料理屋、さらに西陣織屋まで、さらに日本旅館。わあ、ホテルまで跡形もなくトランプ伝説はクソ伝説により123件よっちゃんチャンス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 京都に行くんだそうだ京都に行こう123456666あっあっ来たやったーよーし来たやってて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 ウキウキじゃないです悲しいですイエーイ京都来たパチパチパチよーしうわー出て青いカードオッケー決算払いしなくていいよ別に来た
韓国代表と誕生。もう今十分ありますから。そうだ、京都へ行かない。そうだ、京都行こう。こと京都富士ピンク町へ。よしよしよし。ついでにここでカード売り場に1で止まって、カード売り場で移動系を補充したきたい。京都暗黒時代へ。ゴルフの会見やったぜ。遊郭の復活へ。あ、トランプじゃまだ増資してないとこあったのか。うぅ、のの京都ハッピーシティ、ハッピーシティ、ハッピーシティ京都。12月増資もしちゃいたいですね。おっと、ランクス社長、仙台の笹かまぼこ屋がテレビで取り上げられて大人気です。増資もしたいですね。このね、ぐるっと回って。おっと、今年も職員日本一を決定する季節がやってまいりました。さあ、今年の職員日本一はラックス電鉄所有の岡山ゆめしもち屋に決定しました。ラックス電鉄は1年間毎月臨時収入が入ってきます。お楽しみに。パチパチパチ、ありがとうございます。2か、うわー、2、2、どっち、あ、カードマスいけるな。いくらほど渡されたんですか。いやいや、渡されたい。もう、あ、マルサここ、マルサ結構見える。パチパチ、私は見える、見えるぞ、マルサが見えた、マルサ来い。あー、重ながりカードいらねー。刀狩りでなんかでもあるかな、あのカードが、カードを取られる、カード取れるのね。よし、白い粉が勝利の決め手です。美味しいね、グルタミン酸が入ってる。刀狩りで大地震カード。あ、そうか、あ、ね、大地震カードはトランプのとこで行ったらいいんだけどね。どうだろうね、トランプ電鉄の夢種持ちは結構ね、臨時収入もあるしね、え、日本一多いですね。白い粉ですな。自爆、まあ、マルサもだけど、マルサも自爆あるけど。よほど佐久間さんが気に入ったのか。1月スズメイ一番上で自分の失敗することもあるよって。やってみようか。ラック社長、豊臣秀吉は1588年に刀狩りを行って勢力を広めたそうですよ。ここは一つ秀吉を見習って他の社長からカードを募集しましょう。カードは今刀に等しいですからね。ところが秘書はなんで秘書としてなったら失敗、こうなったら全部え、許してくださる、許さんぞ、許さんぞ。わらわら、なんで自分で自分のカード取ってんだよ。わらわら、しかも青いカード、1ターンの無駄、わらわら、1ターンの無駄。せぷく、なお岡山県民の俺ゆべしもちゆべしもちだでございます。自爆もあるんだ。自爆もありました。わら、さっさと切れ。まだ貧乏神の方が優秀だったか、師匠は。あ、みんな社長ここ来た。あ、いいね、中華飯店買いに来たよ。優秀じゃない。これで秘書はドラム缶行きかな。あと、トランプじゃよ、ここで福引きを買った。お金、小銭いらないのに。小銭を稼ぐの。あいつじゃないのか、全く。ポロッと滑らしたな。うち、裏勝負ないから。マルサ来い！あー、特製で。いや、マルサ見えたのにな。5。カードバスさんか。あ、こっちにカードバスなかったっけ。どっかどっか伊勢は空いてないよね、別に。あ、これラックスビルだ。まあいいや、進めよう。そうそう、ボンビーもここら辺来た。キンタロン、何言ったの。あ、来た来た、ボンビー来た、ボンビー来た。お、増資した。さらに増資、全部増資するんだったらもうクソ社長、まとめまとめまとめ返してよ、まとめ全部するんだったら、まとめでやって、まとめで割引。あっと、臭い匂いで吹っ飛んだ。
ヨーカード使っている。ああヨーカード使ったから、ヨーカード同士だから使えないんだ。大好き。いつも。いつもない。決算。この年は何かあったかな。じゃあ皆さん、この1年間の収益発表でーす。404億。ナノ社長マイナス1億。トランプ社長420。お、結構トランプ社長と迫ってきた。迫ってきたよ。いいよ。800億差。トランプ社長7900。バイデン社長とビンドン社長が56億差。接戦になってきました。競ってきましたよ。さあ、どうなるか分かりません。あと20年切ってる。トランプ社長、申し訳ございません。新製品が在庫の山になりました。我が社は倒産です。倒産しましたね。やはりね、おもちゃ工事はまあ、すぐ倒産するからね。ああ、どっちもないな。あ、高松同士あったっけ。ない。ないからカード待っていっか。マルサ来い。あ、マルサ見えない。全然見えない。ある？あ、エンジェルカード。倒産切ないな。倒産って助けないんですね。倒産はね、助けられないね。ラックス電鉄ならちょっとね、公的資金投入でね、おそらくラックス電鉄のビルならね、ちょっとあの資金投入でね、倒産させちゃいけないってなるかもしれないですけど、ゲスト・エンタープライズいいんじゃない。ゲスト・エンタープライズ。いやいや、アビ被害が来なくて、ゲスイ、ある意味いいと思うんだけど、ゲス、笑、ゲスは。グルックスらしい、笑。あーっと、ドジラスゲーム。ドジラさん、オスオス。ドジラさんは19度目の出現。19度目。前回岐阜に現れて以来の出現です。2年ぶりかな。ドジラ最強のおすすめ。デレンデレン。ドジラさん、アオビル独占してるとこですよ。そんなに独占してません。トランプ物件おすすめ。京都に来るとか。緑物件おすすめ。同じトランプのと同じ緑色だから。宇和島だ。宇和島近い。宇和島に現れました。宇和島の街はトランプドジラのせいで壊滅状態です。トランプ電鉄社有のタイメシア。さらにタイメシア、もう一軒。さらにみかん畑。もう一丁水の電鉄みかん畑。トランプ電鉄の闘牛場。意外総額水の電鉄5000万円。トランプ電鉄3億2000万円。お時間だよ。近い。何マスだこれ。いいよ。1、2、3。あーでもちょっと遠い。ちょ、一発でいけないか。いいね、近いね。ちょっと宇和島寄っていこう。そうだ、宇和島寄っていこう。宇和島、あ、いいよいいよ。宇和島どっちが近い。宇和島近いな。ちょっとこのマスで。あ、どっちも青マス。こっちは。こちら赤マスだ。待て。てん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 。よし、宇和島に寄っていくんだ。来週、宇和島に寄ると。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンミニ版、スーパー桃太郎電鉄2は、毎週カーモクやってます。今度は来週の火曜日です。来週火曜日、宇和島に寄る。はい、おやすみなさい。おでした。おでした。お疲れ様でした。来週は宇和島を狙え。来週は宇和島を狙え。おっつん。はい、おっつんつん。おっつです。おっつでした。おっつでした。おっつでした。愛媛で船。はい、おっつでした。おやすみなさい。来週は宇和島。ラックスメモに。ラックスメモに書いておこう。宇和島でね。